そういうことだよね。要はこれうまく投げれる人はこうやって歩いてこうやって歩きながらこうやってここで割れ作れるんだよ。でこれができない人はどうなるかっていうと、投げてて今わかるけどこうやってここの前足と手の距離近くなっちゃうから、ここがこういうふうに離れていかないから、近い距離で投げようとするから体が回っちゃって肘を起きて暴投する。だこれの狙いっていうのは足使ってちゃんと相手に対して投げるときにこうやってやって、ここのでここの割れを作る練習だから OK で割れ作って投げます。だけどその時にウエイトシフトちゃんと前にしてって、体重前にかけて前に対して体重かけますよってとこまでやるっていう練習だからね。じゃあそれ意識してよ。 OK、 はい、はい。